次回48タイムズさんで新成人メンバーのインタビューを掲載させていただくことになりました。なのでそのインタビューメンバーのね代表2名をあみだくじで決めたいと思います。事前にねそれぞれあの場所を決めたのでかりちゃんからやっていきたいと思います。はい、佐藤かりいきます。はい、右に行って右に行って右、左、左、左、これは飛んで、ああ、そうだだだだだだ、で上に行って、右に行って、右に行って、右に行って、あ、すごい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 、わー、残念です。はい、川添さんへ行きたいと思います。はい、じゃん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 、合ってるかな、これ合ってるかな、浮いて、あ、下がっちゃった下がっちゃった、あいきます。ちょっと合ってるか見ててね。多分大丈夫。私たちは残念ながらやらずにね、ちょっと気持ちいいんですけど、まあね、楽しいんですけど、まあ、サーヤと大塚に託したいと思います。ぜひ皆さん楽しみに、楽しみに。はい、ということで48タイムズさんに取材をしていただく新成人メンバーは私、大塚ななみと川添サーヤです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。私、今年の初詣でおみくじ引いたんですけど、うん、大吉だったんですよ。おだからついてたのかな、今年ついてたのかな。あのアミクジ、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 そうだね、大吉のおかげかなって思ったの。そうだね、運がいいということで、はい、この2人ぜひ見てください。はい、お願いします。新成人としての誓いや新成人公演で披露した楽曲などについてもたくさんお話しさせていただきましたので、2月5日掲載予定ですので、ぜひ皆さんチェックよろしくお願いします。よろしくお願いします。